で断水中で水圧がないので、このままでは水がそのまま水圧で出ないので、手押しポンプをこう操作して水を汲み上げます。ちょっと最初エアとかエンジンのサビが混ざってますので、きれいになるまで、こんな感じでリュックになるんですよ。楽になった。入ってきたのが楽だ。皆さんの左前側のマンホールの蓋を開けて、中に大人の人が入ってホースをつなぎました。でホースから水道の蛇口まで今繋いで水が出るようにしたところです。